岡名産のからし明太子に、沖縄の伝統的なお菓子黒糖あがらさ、郡山市の薄い百貨店で今日から始まった九州沖縄店には、九州と沖縄から50の店が集まり、各地の特産品やスイーツが並んでいます。今日から始まったこの物産展、コロナ対策としてお店とお店の間の間隔を広く取っています。長崎から初登場の佐世保スペシャルバーガーは、卵、チーズ、自家製のベーコンなど贅沢なトッピングが全部入りの大人気のバーガーです。また熊本からは、鼻に抜ける辛みとシャキッとした食感がたまらない特産のからしレンコンが人気を集めていました。地元にない食品がやっぱりいろいろとあるし、それを見るだけでもまた楽しいし、そこの中から美味しいもの見つけるのもまた楽しみですね。九州沖縄店は薄い百貨店で来月4日まで開かれています。